校のね話は結構盛り上がっちゃったんですけども、実際東大の本番点数開示してですね、どんぐらいの点数配分だったんですか？国語を除いて他の科目は本当に全部7割から8割って感じでした。っていうことは数学と英語に関しては80点超えぐらい。あ、そうですね。はあ、80点超え。理科2つ合わせて90ちょっとって感じでした。ああ、なるほど。じゃあ本当に満遍なく取ったみたいな。そうですね。その特に何かができるわけでもできないわけでもなくっていう感じでしたね。あ、なるほどね。だから田島先生とかは数学100点110点みたいなね、バーンって取ってきて、そうです、そうです。で他はもうなんか流してもまあ流すみたいな、そんな感じです多分田島さんは。流してもってやば。いや多分ね、彼とかにとっては多分数学とか物理はもう流しですよね、多分ね。そうですね。あーみたいな、まあ、で英語が苦手とか言いつつ80点取るみたいな、そういう感じですよ ね。じゃあ本当に努力で頑張ったっていうかね、その受験だけにフォーカスして頑張った理三の合格者って多分そういう感じになるってことですよね、全体的に8割なべるみたいな。そう思いますね。いやけどね、普通に考えて数学8割って結構取ってると思うんですよ。例えばそれ80点超えですもんね。そうです。で現役の時の数学って何点でした？40点ぐらいやってた。いやでも現役の時はちょっと自分でも失敗してしまったっていうのがあったんですけど、それでも、まあ本番の一応結果としてあるわけですから、はい、一応40点ぐらいは上がりましたね。おお、なるほど。でもそれもあれでしょ、だから一貫半みたいな感じですよね。そうですね、はい、もう一個解けてあとはもうなんか頑張ってかっこいいち埋めたとか書きまくったけど全然点なかなかった。ああ多分そうです。はいはい、まあ、あるあるですよね、はい、ちょっと頑張ったんだけどなみたいな、はい、実際そこ40点伸びてますけど、東大の数学はどういう対策をして40点伸ばしたんですか？東大の数学は東大の数学を解きました。浪人はもうほぼ過去問ベース、過去問ベースがありましたね、もちろん。なるほど。過去問を研究してやろうとやりながらも、あとちょっと難しめ のなんか大学への数学あるんですけど、スタエンとか新演習とかそういうのをやってたって感じですか？学力コンテストだって。あ、学校やってたんですか？あ、やってましたね。うわー、すげえ。てか学校って普通の人間の忍耐力では出せるもんじゃないですけどね、あれね。いやでも結構あれは多分東大の問題よりもう1個ぐらい上に行ってるんで、はい、考える力はすごいつきますね。やっぱ考える力と処理能力って両方とも大事で、はい、ただ僕は処理能力はそこそこある方だと自分でも思ってたんですけ ど。何でもかんでもとりあえず手を早く動かせば解けるわけじゃないですからね。そう、東大レベルになるとね、それ以下のレベルだとぶっちゃけ処理能力だけでいけちゃう部分っていうのはあると思うんですけど、これって決めてガーってやってたら なんとか解けたわみたいな、はいはいはい、もう頭使ってないけどなみたいなこと結構あるんですけど、もちろんそれだけじゃ無理なのでっていうことで、やっぱ浪人の時は問題を深く考えることも重視しましたね。なるほどね。いやそれね、本当大事だと思います。ぶっちゃけね、これ理3目指す人以外は、まあ、そこまでいらないかなと思うんですね。ぶっちゃけリーチとかだったら40点50点取れれば他の科目普通にカバーして飛び勝っちゃうんで、じゃあそれだったら青茶覚えてきゃまあいけるんじゃねぐらいの問題もあると思うんですけど、東大も最近優しい問題が大体2問ぐらい出るようになってるんで、そこでちゃんと取れれば致命傷は避けられるかなと思うんですけど、理3レベルになるとやっぱりね、考えないといけないんですよ。やや難の問題が2問ぐらい出ると思うんですけど、そこでどれだけ取れるか失点しないか大事になってくるんで、その時にやっぱ学校はよくかなり聞きましたか、その考える癖というか。1月センター終わってから毎月そこのあと毎月っていうか、その過去問とかがあって、はい、学校の集めた過去問の問題集とかもあって、あ、まあ、それを結構たくさん解いて、そこでやっぱりかなり思考力上がったなっていうのはありますね。逆にそれより前は過去問とあと模試の過去問も結構数学は使ってて、そこで問題の配分、時間の配分だったりとかを自分の中で考えてたんですけど、最後の方にやっぱセンターもあってちょっとセンターでなまってるなっていうのを感じてたんで、はいはい、それも含めてやっぱ思考力の底上げにはなったな。だけど田島先生は数学のね、あの人もできすぎるから、なんでって聞いたら、まあ動画見たかもしれないですけど、基本を大事にすることみたいな、はい、その原理原則に戻ることみたいな。そうそう、できる人あるあるですね。そうできる人あるある。いや自分が大事やみたいな。ありますね。ちなみにこれ田島先生の翻訳をしてもらっていいですか？同じ理三生じゃないですか、一応ね。ちょっとあれはあるとして、理三生が理三生の言うことを翻訳すると、彼の言ってる原理原則とか基本を忠実にとか問題の大前提を大事に勉強しろみたいなことを言ってたんですけど、それって翻訳するとどういうことなんですか？とりあえずその基本を大事にするっていうのはもちろんなんですけど、基本をしっかり覚え、それをいろんな問題に対して使っていって、使っていく中でやっと身についていくものなんですよ、その多分田島先生の基本は。そうなんですよ。なんでやっぱりその基本を大切にするっていうのはもちろん大事なんですけど、どうやって大事にするかってなったら、やっぱりたくさん問題に当たって試行錯誤を繰り返して、あ、これはダメなのか、あ、これはいいんだっていう感じで基本をどんどん高めていくんですけど、基本のストックを高めていって数学が上がっていくって感じなんで、まあもちろん間違いじゃないんですけど、ちょっと飛躍はありますね。
だから基本っていうものがあって、そこにいろんな自分なりの解釈とか理解をくっつけてパーツをつけていって拡張して初めてそれが自分の能力になるってことなんだけども、これ例えば基本を充実にっていうと、いやひたすら教科書とかを勉強してたやつがいるわけですよ。いますね。でそれとこれは別に話別ってことですよね。そうです、そう思います。ああなるほどなるほどなるほど。だからやっぱりそれは基本をしっかり理解した上でのそれを運用する能力、さらにパーツをつけてっていろんなこうまあチャネルをつけていくような能力とか運用が必要になってくるって感じ。そう思います。おお、先生的にはこの1年で40点以上伸ばした自分的な秘訣っていうのは、学校で、まあ、思考力とか考える力っておっしゃってたんですけども、それは具体的にどういうことなんですか。つまり時間制限なく問題に取り組むっていうことなんですか、それとも時間制限の中で考えられる選択肢をバーッと書き出してそこから樹形図のように進んでいく、そういうことなんですか。具体的にどういうことなんでしょう。その2つの合わせ技って感じなんですけど、はい、もちろんその試験の時間があるわけですから、うん、例えば東大だと120分で6もあるんで、一応一つの問題単純計算で20分しかかけられないわけなんですよ、はい、ただその最初から20分で解かないといけないと思って解き始めると、やっぱりどうしても何も進まないといけないですね。ちょっと考えて、いやこれいけるのかな、やめとこうみたいなあるじゃないですか。やっぱりちょっと現役の時は時間制限に取られすぎるっていうのがあって、それをなくすためにとりあえず一回問題をちゃんと最後まで考えてみようっていう習慣をつけることで、例えばその10分ぐらい考えてて分かんなくてももうちょっと頑張ろうって思える、そこ結構勇気がいるっていうか、まあそうですよね、やめとこうって思うのともうちょっと考えてみようっていうところの差がやっぱりちょっとあって、やっぱそこでもちろんそのまま思いつかなかったら点には繋がらないんですけど、まあ、でもやっぱり考えないことには点が伸びないと思うんで、考える本番でもその限られた時間の中でも考える時間を増やすっていう意味で最後まで問題を時間無制限で解くっていう経験が大事になってきて、であと最初に言ってたそのストックたくさんその多分解放を自分で考えてっていうのに関しても、逆にそれは問題をたくさん解くことで、それは別にどんな問題でも構わないんですけど、やっぱ浪人の間にたくさん問題を解いてて、その中でもちろん他の理さんを受ける人たちと同じぐらいの問題のストックはあって、自分の中に、うん、やっぱり年の、まあ、自分が受けた年の問題でも2、3問ぐらいは、あ、多分これこんな感じなんだろうなみたいなの、あ、だから自分のデジャブというか既視感があるというか、あ、これあの流れじゃねっていう、まあ、それに頼りすぎても危ないこともあるんですけど、でも多分これはこんな感じだろうなっていう問題にもあったんで、その2つ両方とも大事だと思います。なるほどね。で結局時間無制限で考えるっていうのは絶対に有用性があって、考えを諦めちゃう癖がついてる人って、例えばすぐ答えを見る癖がついてる人ってやっぱりね試験中粘れないんですよ基本的に。だってもうそこで思考停止しちゃって回答を見ちゃうわけだから、そういう勉強っていうのは最初基礎をやる上では大事なんですね。当たり前だけど、だって多く問題数こなさなきゃいけないし、しかも考えるレベルの問題じゃない場合っていうのはそういう勉強法が有効なんですけど、最終的に理算レベルまで数学を刻むってなってくると、絶対的にもう一踏ん張り、もう5点取るための一歩っていうのを踏み出す必要が絶対あると思うんですよね。だからそれはね、やっぱり時間っていうものを自分の逃げ道にして問題解くのを考えるのをやめるっていうのは絶対に、ね、それ自分の力を伸ばすのをやめてしまってるので、特に学校とかね、そういう考えがいのある問題をもう10分考えるっていうのは絶対大事ですよね。あ、本当にそう思います、うん、だから理算だったりとか東大の数学で、まあ、80点以上ですね取りたいなって思ってる。多分ね60点ぐらいまではパターン認識でもいけると思うんですよ、2巻半半々ぐらいなんで。だけどその上4巻以上したい場合っていうのはやっぱりそれは絶対必要になってくると思いますね。だからそこを自分の苦手なところが、自分がやっぱパターン認識で処理は得意だったけど時間無制限で考える思考するっていうのが苦手だと思ってたから、その道をあえて行ったってことですよね。あ、そうですね。いやこれはすごいですよ。実際ねここまで話してて思うのは、10個以上離れてるのにすごい大人びて見えるんですね。でそれはなんでかっていうと自己分析のレベルが高すぎるんですよ。で僕もいつも言ってますけれども、自重自公ってね言ってますけどもね、さっきも言った通り自分が苦手なところは何なのかっていうことをよく分かって、そこをピンポイントでトレーニングしてるんですね。これが合格の秘訣ってことを皆さん分かってますかってことをね、まあ、常に問いかけてるわけですね。これねお父さんお母さん見てますよね。あなた方がねお子さんに言うってことなんじゃなくて、お子様が自分で考えて自分にはこれが足りないからこうしなきゃいけないっていう風に仕向けることが大事なのであって、彼みたいな勉強嫌いでね漢字も書けねえね、本も読んだことねえアホが、実アホやと。すいません、江戸時代から来たんで、すいません、続けてください。ちょっと令和の世の中にはちょっとよくわからない。で、そういう方が本当にね、だから国語能力とか別に勉強とかね、今までそんなに好きでもないしそんなに頑張った人でもないのに、なんで浮かれるかっていうと、今何をやったら最も伸びるかってことを考えられる頭さえ
え持ってれば別に勉強嫌いでも理3には合格できるっていうことなんですよ。これをねもう皆さんにはもうね全力で伝えたいというか、それが勉強の本質なんだよ、受験の本質なんだよっていうことなんですね。もう小学生からねゴリゴリの英才教育するのもよろしいとは思うんですけども、じゃあね俺の周りでね小学生から受験させてねインターナショナルスクール行ってた子が理3行ってるかって誰も言ってないですよ。それは何が正解かっていうのは人によりけりですけども、受験においては偏差値っていう数値がある限り数字がでかい方が強い、まあね、これは教育成功とみなすしかないわけですね。受験においては先は分からないですけども、今日実際そんなちっちゃい時からインター入れてねもう英才教育ガンガンやっても理3に受かってない子なんて全然いくらでもいるわけですよね。だから何が一番大事なのかってことを履き違えちゃいけないですよっていうのはもうほんと心から伝えたいですね。だから自分で自分の能力足りない部分があるじゃないですか、はい、で俺ここ苦手だなとかで、そういうとこってやっぱり人間みんな目をつぶりたくなりますよね。普通はやりたくない、例えば、まあ、筋トレでも何でもいいですけど一番その筋肉が弱いとこってトレーニングしたくないわけじゃないですか。だからそこをどういう風なマインドでトレーニングしてったんですか。僕はその浪人の時にやっぱりそのさっき言ってた自己分析に力を入れた大きな理由として利益のやっぱり不合格が一番大きくて、ぶっちゃけ受験舐めていったって言ったらあれなんですけどまあこんなもんで受かるでしょみたいな、例えばリーチに関してはやっぱり一応理3目指しただけですけど現役の時は、はい、目指しててリーチぐらいなら受かるだろうって感じで、なんなら慶応医学部に併願してたんですけど、うん、ほとんど慶応医学部の問題しか解いてなくて、なんなら久々に東大の問題解くなみたいな感じだったんですよ、はいはいはい、それぐらい本当に受験に対する心構えだったりとかは本当に全然ダメで、自分はそこでちょっとやっぱり反省してそんなに世の中甘くないと本当にいや本当に思いましたよ。いや結構思ってた以上にやっぱみんなやってんなと、その蓋を開けてみればやっぱりちゃんとコツコツ頑張ってた人はやっぱり受かってますし、うん、現役の時になるほど、ね、やっぱりそこは絶対足りてなかったと思って自分で そもそも謙虚さとかが足りていないなって思っていて、はい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 、でそれをちょっと意識し始めて勉強した結果自己分析につながったって感じですね。もちろん嫌ですよね、例えば模試の答え合わせとか全部合ってたと思えばそれでいいみたいな、はい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 、気持ちよくか結構いけたわくらいで、はい、で帰ってきてこんな悪いのかみたいなあるじゃない、あるじゃないですかでもそこまでの間何もしたくないじゃないですか、はいはい、別に帰ってくるまで放置っていいと思っちゃないですか。そうですよね、まあ、そういうとこもやっぱりもちろん現役の時はもうそうでしたけど、うんまあ、浪人の時はもうなんなら別に模試は結果を出しに行くっていうよりは模試で間違いを見つけて点を伸ばしてやろうぐらいの心配で受けてたんで、帰ってくる前の1ヶ月間の間にもうもはやその模試に関してはもう一切解けないことがないぐらいまで詰めてるってことですよね。そういう感じでやっぱり自分の中で足りない部分がその自己分析だったんで、いやそれは本当に思ってます。いやすごいっすよ、よく生徒でもいるんですけども模試受けて帰ってきたら復習しますとか言ってるやつはまあ一生無理ってことなんですよ。当たり前ですけど先生がやってることって人が普通辛いと思うことを選択的にやってるんですね。例えば学校を解くとかって全員に適応があるわけじゃないですが辛いことなんですよ。だって数学好きな人しかね普通やらないですからね。今日別に数学好きじゃないのにやってんですよ。だからそう、そんなにそんな人好きってわけじゃないですよ。そうですよね、だから学校が好きな人とか数学研究会とか数学部とかでもうずっと数学やってる人たちも学校っていうのはみんな趣味でやるような、もうプロゲーマーがやるようなものなんですよ。そうですね、ね、そうですよね。だから普通の俺らみたいに一般のピーポーはもうまず出会うこともないものだけれども、自分が目指すのは理3だから理3を受けるやつらっていうのは当たり前だけどそういうプロゲーマーみたいなねプロ数学やろうみたいなやつがいっぱい入ってくるわけじゃないですか。だからそういう人たちがやってるものをまず触れてみようとかそういうところで思考能力を養おうっていう考え、これは普通ねみんなやらないんですよ。そこをね楽しようとするわけだからね、そこにちゃんとコミットするっていうのが大事なこと、そして自分にはその能力が足りてないってことに気づけてるってことも素晴らしいことなんですよね。いやーこれは本当にねすごい、本当すごいと思います。じゃあ数学はやっぱり自分の基本的な問題集はまずやった方がいいんですよね。その例えば一対一対応みたいなそういうレベルの問題集はまあマスターするっていうのは前提として、その先はやっぱり自分に何が足りないのか、処理能力高いのか、例えば計算能力が足りないんだったらそれ補わなきゃいけないし、処理能力が遅いんであればそれも補わなきゃいけないし、あとは最後言った思考力ですよね。要素ってこんぐらいしかないと思うんですけど、やっぱそこを自分のタイプに合わせて補っていくっていうのがいいんですか。そうですね、やっぱり絶対にこれって勉強は多分ないと思うんで、やっぱり人それぞれ違うと思うんで能力も、はいはいはい、やっぱりそこは自分に合わせたものを見つける工夫はやっぱしないと、例えば友達で数学できるやつがこれやってるからとか、この参考書やってるから俺もやろうみたいな、そういう感じではなくて、やっぱり自分でそれ見つけていかないといけないなっていうのは、まあ全部の科目でありますけどやっぱりそう思います。いやーすげえ頭いいわやっぱ。じゃあちょっとねすごい低レベルな質問しますけど、みんな知りたいですけど、ケアレスミスやっぱします。しますね、もうもちろん。まあ人間みんなするじゃないですか、はい、ケアレスミスってまあ当たり前ですけど減らしたいですよね。理想性的にはどうやって減らす。